皆さんこんにちは写真家をしております大村由里子と申します突然ですが皆さんこの中にいらっしゃる方でもう人生をかけてやりたいことが見つかっているという方はどのくらいいらっしゃるでしょうかいいですね一方でまだやりたいことがわからない見つからないという方も多いのではないでしょうか実は私もそんな中の一人でした かなり大人になるまで自分のやりたいことが何なのかというのはずっとわかりませんでした。大学生の時は、まあ、法学部の法律学科の卒業なので自分が写真家になるなんていうことは1ミリも想像していませんでした。本日は写真が変えてくれた私の人生というタイトルでお話をさせていただきたいと思います。はい、改めまして写真家の大村です。よろしくお願いします。 私はですね、1983年生まれ、現在36歳です。小学校の時から慶応義塾で育ってきました、えー。おじが漫画の編集者だったということもありまして、小学生の頃の夢は漫画家になることでした。絵やイラストを描くのが非常に好きな子供でした。小学校4年生の時にフルートをなぜだかは習い始めまして、 それでですね中学と高校はそれに従ってオーケストラをやる部活に入っていました、まあ、中高生の時はですねもう朝から晩まで音楽のことを考える生活を送っていましたそれであのフルートが好きだったので音楽大学に行きたいなとこっそり思っていたんですけれどもあの楽器の先生に「ですねあなたは慶應義塾大学にそのまま進学できるのですだからそうしなさい」と。 言われまして、まあ、文系だったということもありまして法法学学学部の法律学科にに進すすることししましたでですね大学生になると、まあ、法学部の法律学科だったので、まあ、友達たちはですね法律家を目指してあの司法試験に合格するための勉強を始めていたんですね。 で当時、私はあの将来に関して明確なビジョンを全く描いていなかったので、まあ、友達がやってるから自分もやってみようということであの流されるがままにですねちょっと司法試験の勉強などを始めてみましたただ、ですねあのもう司法試験当時あのほあの、法科大学院の制度がなかったので、まあ、現行の司法試験に挑戦するということだったんですが、まあ、とにかく大変です。 大学と並行して、司法試験の予備校というものにも通ってみたんですが、もうインプットもアウトプットもですね、想像以上の量で、あと、今更さらこんな時に気づくなよってことなんですけど、あの私、椅子に長時間座って何かをこう勉強するというのがあんまり向いてないということに気づきまして、もうあっという間に勉強するのが嫌になっちゃったんですね。で、まあ,まあこの、まあ、向いていないんじゃないかと思いました。 ただですね、やはり大学4年生になると、まあ、ロースクールまだできていませんでしたので、司法試験に現役で合格するという友達がちらほら現れ始めましたで。その時ですね、私は人生で初めて焦りというものを感じました。その、まあ、合格した友達たちはですね、まあ、どこの法律事務所に就職しようとか、そういった将来のことを考えて話をしているわけです。で、まあ、人生でね、やりたいことを見つけて、着実にこう、歩き出しているわけです。 ただその時は私は本当にやりたいことも何だか分かりませんでしたしもうその友達の話を聞いて非常にあ私どうしたらいいんだろうと思うようになりましたでですね大学4年生の時に今一度自分は何がしたいのかということを考え直してみましたでその時ですねあの思いついたというかあの思い当たったのがもともとやはり絵ですとか音楽とかそういったちょっとクリエイティブなことが好きだったのでじゃあ当時あの流行しておりましたウェブ ので仕事なんかどうだろうと思ったんですね。なので、まぁちょっとウェブなんかお仕事にしてみたらいいんじゃないかと、その時に思いました。それで大学4年生の時に、あのウェブの専門学校に並行して通いまして、大学卒業と同時にですね、ウェブデザイナーとして活動を始めることにしました。であの 法学部の法律学科のゼミに入っていたんですけれども、やはり友達たちはみんな法律家を目指しているわけです。そんな中でですね、卒業式のにあに、あの私、ウェブデザイナーになりますって言った時に、もうゼミのみんなが、えー、っていう風に言ったのを今でもすごく覚えてます。皆さんもそんな人いたら、えー、ってなりますよね。はい。そんなあの時代がありました。でですね、あの、 まあ、お店の先、写真先に出しちゃったんですが、ウェブデザインのお仕事は非常に楽しくてですね、あのーまあ、生きていけるぐらいの収入はあの得ることができました。なんですけれども、まあ、何年かやっていくうちにですね、これは本当に私が一生かけてやりたいことなのかだろうかと、やっぱり疑問に思ってしまったんですね。で、あのーまあ、そんな悶々とした状態だったんですけれども、まあ、ホームページなんかをお仕事で作る上で、やはり写真っていうのはどうしても必要になってくるんですね。 でそのホームページの素材として使う写真っていうのは、まあ、カメラマンさんに撮影を頼んだりですとかしていたんですけれどもやはりちょっとお値段高かったりですとかあとかあイメージ通りにならないということが多々ありましてこれはちょっと、まあ、自分で写真撮れたらいいんじゃないかなと思うようになりましたでそこでですねただまあ写真といっても私はカメラの彼女ももう知らないような人間だったので、まあ、取り急ぎですねデジタルの一眼レフをあの購入しまして。 3ヶ月でカメラの使い方がわかるみたいな学校にですね通いましたただまあそれだけではちょっと勉強としては不十分だなと感じましたので今こちらのスライドに出ている、まあ、これカメ,ラカメラのお店なんですけれども知り合いがたまたま町の,のカメラ屋さんの店長をしておりまして、まあ、そこにですねアルバイトカテラ勉強させてもらうのはどうだろうかと思いました。 それであのこちらは赤坂見附にある赤坂三峡カメラというお店だったんですがそこであのアルバイトとして採用していただくことになりましたこの時はまだウェブの仕事もあの並行して続けてましたであのこちらの赤坂三峡カメラは町の写真屋さんなので、まあ、プリントですとかフィルムの現像なんかをする一方で l i カ a などの,あのクラシックカメラ、まあ、フィルムカメラですねなんかもああの販売をしていましたで私はは主に仕事としてはあの 機械を使ってお客様の持ち込まれたデータをプリントするというのがメインの仕事だったんですけれども、だんだんですねあのお客様が持ち込まれるフィルムカメラの写真がとても美しいということに気づきましてですね、だんだんプリント当初の目的を忘れ、フィルムカメラの方にこうのめり込むようになっちゃったんです。あのこういったカメラたちです。でこのカメラたちまあ本当に外見も非常にレトロでね可愛いんですよ。これ全部私のカメラなんですけど、まあ、非常に可愛くて好きです。 ただ何よりも好きだったのはこういったフィルムカメラで撮った写真というのはですね、その場の空気感までも何か映すようなちょっとデジタルとは違う趣があったんですねで私はもうそれに非常にどんどん取りつかれていきましたでこちらあの実際このフィルムカメラで私が撮影した写真なんですけれどもあのまあとにかくこういった写真が撮れるでまあ振り返ってみると私はそれまでの人生でま何かを表現したいなと。 思ってきたんですけれども、まあ、その手段が何なのかっていうのをいまいち分からないままに割と大人になってしまったんですがこのフィルムカメラで撮った写真を見た時にあこれは私の表現したいものを割とすんなりと表現できて気持ちがいいぞって思ったんですね。はい、でそれでもうどんどんこういったあのフィルムカメラで写真を撮るようになりまして、まあ、こちらもそうなんですがお店で働いている時にブログを作りまして。 まあそういった作品たちを掲載するようになりましたそうするとですねあのだんだんと、まあ、カメラの雑誌とかそういったところからですねうちにあの作品を掲載しませんかとお声掛けをいただくことがちょこちょこと増えてきましたはいであの こちらもそうなんですけれども、まあ、雑誌のほかにも、ですねこういったこれ小説なんですけれども、小説の単行本の表紙なんかにも、ですね写真を使っていただけるようなことがあのちょっと増えてまいりました。で、あの、2年ほどお店で働いた時ですね、ちょっとた社長が体調が悪くなってしまいましてあの、働いていたお店が畳まれることになってしまったんです。で、私、この時二27歳だったんですけれども、あの その時あのちょっともう一度人生をどうしようかなと考える機会になりましたでまさに27というと、まあ、友達たちはです、ね、着実にこう自分のキャリアを積み上げていまして大企業に就職した人はだんだん偉くなっていますし、まあ、法律家になった友達なんかでいろいろなところで活躍をしているとでそういった友達たちを見てああの非常にですか、ね、劣等感のようなものを感じてしまってあみんな頑張ってるのに私はまだなんだか。 何も見つかっていないような気がすると思ったんですでその時に本当に自分の胸に心あの自分の心にですね問いかけてみてもしかしたら今やっている写真、まあ、非常に楽しいし私が生涯をかけてこう頑張るべきものなのかもしれないとその時思ったんですで、まあ、だいぶ年齢も27になっていましたので、まあ、ここでね この機会を逃してしまったら私はもう本当に何も成し遂げられないままに死んでいくんじゃないかなと思ったんですでそれは本当に嫌だなと感じたなので私はここであもう写真を仕事にしようと腹を決めましたでですねそこからはやはりもっと修行しなければいけないと私は写真の学校も出ていないですしアシスタントの経験もなかったんです なのでですねあのちょっとご縁がありましてそのグラビアカメラマンの福島裕二さんという方にですね、まあ、アシスタントとして採用していただくことになりまして、まあ、そこで何年かあの勉強させていただくことになりましたでも、まあ、アシスタントの時代はですね本当に人生を振り返ってみても多分、一番つらかったですもうとにかく重たい機材をですね毎日持ってもう先生の後をついて回ります重たいの20キロぐらいあったりするんで機材が。 意外と持てるんですけどあのそういったものを持ってもう朝から晩までもう機材の使い方から現場の礼儀に至るまでいろんなことを勉強させていただきましたただまあこの時の経験がですね、今非常に私の糧になっていますでアシスタント時代をですねあの終えてからはようやく写真家として活動するようになりましたで今はですねあの人物の撮影 を専門にやっている先生についていたので、まあ、私も人物撮影をメインにしています。まあ、こういったタレントさんの撮影もいたしますし、まあ、こういったインタビューの撮影ですとか、対談の撮影というのも多くさせていただいてます。で皆さんの身近なところだと、これ、慶応カードという、慶応義塾のクレジットカードがあるんですけれども、そちらの解放のあの表紙の撮影なんかもさせていただいてました。あと、現在はですね、 競技塾の丸の内シティキャンパスというキャンパスがあるんですけれども、まあ、そちらのウェブなんかの撮影も今させていただいてますあとは、えー、と多いお仕事としてはあの初期の頃からお世話になっている、まあ、カメラの雑誌にしあのこう記事を書かせていただいたりというのも非常に多くやらせていただいてますそして、えーとですね、もちろんフィルムカメラもう大好きなフィルムカメラもいまだに大好きなので、まあ、これフィルムカメラで撮ったものですけれども こういった、ね、フィルムで撮った写真でそしてそれをまあお仕事でよく旅の写真なんかをフィルムで撮ったりっていうのを今多くさせていただいてますあと意外に増えたお仕事が、まあ、この TEDx もそうなんですけれども人前でお話しさせていただくということが非常に増えました私は本当人前に出るのすごい苦手なんですけどもともとなんだかこう写真をきっかけにですねちょっとその辺り自分買われたような気がしてます はい、で今ですね特に休みというものを設けておりませんで、毎日何かしら仕事をしてます、撮影がない日でもですねやっぱり原稿を書いたりですとか、まあ、何らかの仕事をしてますで、よく休みなくて平気だねって言われるんですけれども、まあ、本当に毎日何かを、ね、させていただけるという環境が非常にありがたくてで何よりも毎日楽しいので、まあ、全然休みがなくても平気です。でやっぱりあの写真という自分のの、まあ、大好きなものに これが人生をかけて、まあ頑張るべきものなんだというのに出会ってからですね。気づけば、こう、自分の人生と他人の人生を比べることが全くなくなりました。人に劣等感を抱いたりとか、ね、なんか羨ましいなと思うことが本当になくなりました。振り返ると、やっぱり自分の中に真みたいなものが全くなかったから、やはり人の人生と比べてしまっていたんだなということに、あの、きず、気がつきました。 やはり今はあの本当に芯のようなものができたのであの自分のね心に忠実になんか行動できているような気がいたしますで。ですもっとあの皆さんにお伝えしたいことがあるんですが私はやりたいことがわからないままに結構長い間来てしまったんですがそれまでにやってきたことっていうのも実は意外と無駄になっていないということに最近,あの最近それを実感しています。具体的に何かっていうと例えばですね 私は結構絵を描いたりするので撮りたいイメージっていうのが頭の中にあるんですけども、まあそれをですね、まあ結構簡単に絵にできる。まあ要は写真に落とし込めるんですね。それはあの昔やっぱり漫画とか絵が好きだったからっていうのがあるんじゃないかなと思ってます。あとはですね、 私は写真,写真に結構感情が乗ってるとと面白いと思うんです。これどういう気持ちで撮ったんだろうっていうのが分かるようなもので私結構感情が乗ってる写真って得意なんですけどそれはやはり音楽をやっていたことに関係があるかなとメロディーに感情を乗せて、まあね、演奏するのと写真にこう感情を乗せていくっていうのは結構似てるなと思ってます、はい、あとはその法律をやっていた時に 得たまあロジカルな思考回路ですとか文章を書く力というのは今仕事で本当に役立ってます本当に駆け出しの頃からまあね記事のお仕事とかをいただけたのはそのまあ法学部時代の結構経験が生きてるんじゃないかなと思ってますあの意外と感情的なんで写真っていうのはそれをですね割と理論的に説明できる人ってあんまりいないんですねで私割とそれが得意なのでまあ結構今それが仕事につながってるような気がします はい、あとはウェブデザイナー時代の経験ももちろん生きてて、フォトショップとか、そういったソフトが使えるっていうのも大きいですし、あのウェブのね、あらゆることに割と詳しいので、まあ、この SNS の時代に結構うまく写真家としては立ち回れてるんじゃないかなと思います。でフィルムカメラのお店で働いていたので、やはりデジタルだけではなく、フィルムも分かるというのも非常に今、仕事において強みになっています。はい であの私は写真に出会ったのが27歳であの覚悟を決めたのが32歳とかなり、ね、やりたいことに関しては遅い方だったんですけれどもあので、ね、それで今までやってきたことって結構中途半端だなってずっと思いながら、まあ、32ぐらいまで生きてきちゃったんですけれども今振り返るとですね実はその中途半端だなと思ってきた今までやってきたことというのがその自分の今の仕事に 結構な具合で役立っているということにあの気がつきました今までこうなんかパズルのピースを集めていたような感じでしたが今はそれがぴったり全部はまったような気がしてますはいで最後私が皆様にお伝えしたいのはですね結構人生やりたいことにいつ出会うかというのは分かりません私みたいに変な偶然で出会うこともあると思いますでやりたいことが見つからないという方もですねどうかあの是非 そういったことに諦めず今興味があることっていうのは多分あると思いますのでそのことを一生懸命頑張ってみてくださいである日やりたいことが見つかった時にその今までやってきたことというのは絶対に無駄にならないです、はい、で遠回りだなと思ってもですねそのいつかやりたいことが見つかった時過去の経験というのはさっきのお話のように必ずあなたのことを助けてくれると思いますなのでやりたいことがわからないぞという方もですね ぜひ、あの目の前のこと、一個一個こなしていってみてください。はい、私からは以上です。長い間聞いていただき、ありがとうございました。